はい、酒好きな俺の飲酒動画。始めていきたいと思いますが、今回は札幌です。日本ラガー。また限定醸造かよ。日本ラガープレミアムという、ただの普通のビールです。生ビール。ですね。220円ぐらいだったな。コンビニで売ってた。丁寧に育てられた国産ホップ 100% 使用。国産だ、大麦、麦芽をふんだんに使用し、日本素材ならではの上品な美味しさを引き出しました。札幌か。札幌は、主に、札幌ってなんか、まあいいか。札幌か。札幌って言うと、ああ、サークル系とか、サークル系グループのコンビニでしか売ってないっぽいですね。うん。一応プレミアムビールという、あれらしいですけども。そのサイトだと、麦芽、上質な北海道産大麦、涼風を 75% 使用。うん。通常のビールにも、国産麦芽の使用比率が非常に高い。過去 75% というプレミアムビールらしいですね。350、これで228円だそうです。500ml もあって298円と。うん。まあ、プレミアムビールですから、まあ、こんなもんでしょう。手間暇かけたホップ三段仕込みです。希少なホップを丁寧に三段階に分けて投入しています。手間暇かけて、素材の美味しさをじっくり引き出しました。らしいです。そんじゃ乾杯。うん。なんか若干変な香りはするんですけど、ね。なんか変な香りはするんだけど、コクがない。そもそもプレミアムビールって言うと、主に俺の中だと、プレミアムビールって何がプレミアムかっていうと、コクがプレミアムなんですよ。香りもプレミアムなんですよ。ね。少なくとも、第3のビールとかみたいに喉越しとか、まあ、あと、喉越しとかは重視しないタイプの、コクと、ね。まあ、苦味はまあ、どうかわからんけど。少なくともコクが最重線。香りも最重線ぐらいのレベル。が、プレミアムビールの、まあ、俺の中の、基準値。なんですけど。これ非常に軽い。ほぼコクはないでしょ。うん。香りも。
別に対して感じられるレベルではないですね。結構酸味が強い。なんだろこれ。これはプレミアムビールか？これ本当に。コク全然ないじゃん。いや、コクないよ、これ。何でもかんでもさ、プレミアムとかさ、抜かすけど、少なくともプレミアムビールっていうのは、ね、あくまでも、その生産者が決められる、あ、これプレミアムだからプレミアムっていう感じで付けられるレベルなんですよ。プレミアムビールっていうのは別に法律的にこれがプレミアムだからプレミアムっていうわけじゃなくてね。あくまでも生産者が勝手に決められるレベルのものですから、そうらしいですよ。だから、あ、じゃあこれプレミアム。結構丁寧に作ったからプレミアムみたいな感じで、ね。つけたんでしょう、多分。はっきり言ってこれはひどいです。別に苦味も。感じられない。うまみとしても感じられないし、甘みも感じられない。コクもそんなに感じられない。香りはまあ若干、まあ、色つけてもまあ四つ星程度でしょう。この口当たりといい、本当に生ビールかっていうレベルです。これ本当に生ビールこれ。もうプレミアムビールというあれじゃなく、これ生ビールこれっていうレベル。え、これ。これ生ビールですかっていうレベル。ですね。せめてプレミアムビールだったら、こんなことはあんま言わないんですけど。ね。え？これ、プレミアムビールって言うんだったらわかりますよ。俺が。え？これ生ビールって言うんですから。これはない。しかもサークル系とかしか売ってない。それなりにしかも限定醸造。ね。で、わざわざ、ああ、サークル系ないんだよなーっていうところもあるでしょう。ね。うちもサークル系そんなまあないはないです。ね。あ、でもこれあれだわ。ワールドビール、ビール、地ビール、世界のビールのサイトだと、総合評価は四つ星になってますよ。コク四つ星。喉越し三つ星、苦味三つ星、甘み四つ星だって、うっそー！わかんねえな。やっぱさ、わかんない。もう少なくとも、まあ俺の評価でいきますけど。これ四つ星で来るか。しかも国四つ星で来るか。考えられんな。これほど、
まあ、これがただのビールだって生ビールだってわかりますけど、少なくともこの、これプレミアムビールとして売り出してるわけなんですよ。ね。おかしい。酸味が異常に強いんだけど、これはないな。これはない。絶対ない。苦味もないし、コクもない。とにかく。とにかく言うけど、コクがない。コクが。うん。とにかくコクがない。これ第3のビールでも出せるレベルの味です。これは。基本的に第3のビールってコクがないのが多いんですけど、うん。まあ、コクがないですね。もう飲んでわかる。この喉のあたりに、飲みます。ね。喉のあたりに通ります。ビールが通って、行くでしょ。で、この喉のあたりに、こう、じわーっと、なんかこう、味がこう結構残るのがコクなんですよ。俺の中で言うと。うん。あ、結構これ、結構、残ってるわって。味が結構こう、喉のあたりまで残ってる。しばらく残る。イコールコクが強い。ですけど、あのね、全然。どこがコクが強いのか。そもそもプレミアムビールで言ったら、コクがやっぱり最重要課題。なのに、この程度のコクしかないと。バカかと。やっぱ札幌はね、ちょっとおかしい。札幌はいろいろおかしい。札幌はね、もういわゆるね、クラシックラガーだけ作ってはいいんですよ。うん。札幌って言ったら、ね。ラガー。クラシックラガー。俺がおすすめするのはクラシックラガーですけども。まあ、あと、エビスですね。そういえば、エビスも札幌か。うん。札幌って基本的にね、そう。これが言いたかったんです。札幌って言ったら黒ラベルなんですけど、あんまり苦味がないのが特徴なのです。あれちょっと待って、札幌札幌ってさ、あれ あ、札幌じゃなくて、あれ、なんだっけ、あ、あれ、キリンか。札幌とキリン間違えてた。あ、うん。札幌はね、有名なのは黒ラベルです。まあ、いわゆる苦味がない。これは初心者にもってこいの
なのかな？わかんないけど。まあ、全然苦味がない。ね。やつです。うん。あと有名なのと麦とホップぐらいですかね。ああ、あれはあれか。キリンか。キリンラガービールだ。ごめん、俺札幌あんま好きじゃないんですよ。俺多分、札幌で一番、うん。札幌でうまいって言ったらエビスビールぐらいしかない、レベル。だって、基本的に、そうっすね。まあ、あと、エビスと、あれか、麦とホップぐらいしか好きなのないんで。本当に黒ラベルは全然苦味がなくてあんまうまくないですね。あー、だからか。俺札幌の製品嫌いなんです。サントリーが嫌いなんですよ。うん。あ、これ札幌。最初見て札幌だ。ん？俺なんか札幌俺嫌いだった気がするんだよなって思ったんだけど。ちょっと、久々すぎてちょっと覚えてなかった。うん。札幌の製品は基本的に苦味がない。これも苦味がない。札幌ラガービールはどうだったかな？でもクラシックは、札幌クラシック飲んだけど、どうだったかな？そんなに苦味なかった気がする。やっぱり、キリンだね。うん。いやでもエビスビールは非常に美味しいですよ。エビスは。俺エビスで一番好きなの、通常の金色のやつです。通常のエビス。これが一番うまい。これはもう、5つ押しです。うん。ただね、普通の生ビールで言うとね、札幌はちょっと外れしかないイメージですね。だからあんまり俺は、うん、まあいいでしょ。仕方ないでしょ。本当にこれプレミアムビールかと思うぐらい、これほんと第3のビールって焦るレベルだと思うんだけどな、これな。なんでこんなに、なんか薄っぺらい味なんだろうな。やけに薄っぺらいな。とにかく酸味が強いんですよ。酸味が。まあそんなもんでしょう。これはちょっと残念ですが、俺は二つ星をつけます。やっぱりやっぱな、濃くない、甘みもない。まあ香りは三つ星ぐらいで、いいんじゃねえの。2232です。これひどい。濃くない、甘みもない。
香りもない。そもそもコクがないプレミアムビールっていうのはなかなかない。逆に。なのに普通にある。ね。ひどい。これは買う方がいいです。うん。お疲れ様でした。